クールメンじゃねえ。クールメンじゃない。ふう、めっちゃウェポンいく。これ殺せないやつ。はい、殺します、殺しますって思ったけどやめた。いるやん。オーバージュ。めっちゃいるやん。ああ、知られた。さあ、どこでやろっかな。O2 鳴らしますと思ったけど、やめた。さあ出てこい。出すぞ。いいね。と一緒に停電に行こう。はい、2人か。2人。見つけました。エレクトリカルの上側、ベントの上です。一個聞きたいことがあります。はい。向こうさん、エレクトリカルに入った後、どこに行きました？私、入ってないけど。入ってない。入って行きましたよね。うん、入ってない、マジで。アドミンにいました、最後。え？長崎だったと思うけどな。停電前に、僕は、ストレージの方から、ロアエンジンに行ったんですけど、その時に、ここさんとすれ違ってたと思うんですよ。その時にエレクトリカル側に入っていったと思ったので、僕はマジコさんかなと思ったけど、ここさんの アドミンにいたのを証明できる人って言いますか？そしたら俺の見間違いです。いたかな、アッシュタンとすれ違ったけど。しか俺がさっきアドミンにいたとき、誰か3人いたんだけど。あ、それは。俺いた。私もいました。南さんもいました。はい。あ、じゃあそれ、サハさんもいたかな。俺がそこの配線いじろうと思って。マユコさんは？私は、停電前はカフェテリアから、ストレージの方に通って、エレクトリカの方。あとはずっと右にいたんだけど、魚さんとカズンさんとアムココちゃんが右にいたのは把握してる。魚めちゃめちゃ怪しかったんだけど、違ったんだな。魚どこにいたの？右側で見た。私最後に見たのは、そのすれ違ったりとかで見たのは、カズンさん、魚さん、アムココさんは全部右で見てる。右のどの辺？右でよくすれ違ったかな。ナビゲーションの通路だな。ナビゲーションの通路とか、O2 とかのあたりはでよくすれ違ってはいた。初動の1回目の停電の時なんだけどさ、ウェポンの撃つやつやってたのさ、でそこに俺と魚とアムココ3人同じミッションやってたんだけど、そんなことある？あるある。あそこはある。ありえる。そんなことあるある。解除してこなかったのか、あれ。なるほど。いやでもね、その後に右のルート通ってったんですよ、アムココともう一人誰か。アムココとずっと一緒にいた人いなかった。結局多分マイコちゃんかな。私は割と右側で近くのエレクトリカには誰がいたんだよ。エレクトリカは私は行ってます。エレクトリは私行きました。ということアッシュさんもいた。俺が行ったらラカウィさんが直してた。結構前に行ったけどいなかったけどね、その時は。なんて適当なこと言っちゃった。抜けてます。抜けてまーす。カメラが。カメラついてないな、もう。いや、これは厳しいな。殺せるけど、このタイミングだ。このタイミングなら殺せるけど、いないか。いねえか。殺そうか。
トリマをしてみた。タイミングじゃないですか。はい。はい。まあ、まだちょっと話すこともあるかなと。うん。右側にいた人の話聞きたいな。右が絶対ね、あの、ウェポン行った後、アムココと2人で歩ってたやつがいたはずなんだけど。多分私かな。うん、オレンジだったかも。で、その後、茶色も見たような気がする。そう、魚さんが近くにいた、私。うん、じゃあ、右角か。右で、どっちかまあ、右で死んでるんじゃないかなって私は読んでるけど。うん。まあ、カズンさんがエレクトリカル。そうか、エレクトリカル。そう、だから魚さん、魚さん右の可能性全然あると思う。最後に見たの右だったから。魚は多分右で死んでたんだと思うな。俺も途中であったから。うん、あのね、ストレージの配線直してて、はい、俺、魚犯人だと思ってたから。はい、一生懸命逃げ回ってたんだけど、でも殺されなかったから、多分その右に抜けてったんだと思うんだよ。ストレージの配線って真ん中の上だよね、だって。そう、真ん中の上口のところ。その後右に行ったの。魚が。魚が上に行ったはず。上に行った。じゃあ分かんないじゃん。メッドベイとか行ったかもしれないじゃん。いたんなら、アムココさん見たとかはないの？私は魚さん見てない。あ、ごめんごめん。記憶がおぼろげだからあんま当てにしないで。あ、分かった、分かった。うん、あと、右、私、半時計回りにぐるーっと回って、死体ないかだけチェックして回ったけど、見当たらなかったっけな。なかったと思う。見当たらなかった。レポート出なかったから。時計回り。じゃあ左なのかな。どこから半時計回り。ちょっとわかんない。魚の行方がわかんないや。ちょっと混乱させてごめんなさい。で、エレクトリカルに行ったのは一応、俺行った時にはまだ電気消えてなかったけど、うん、多分足元を見ていたのはね、田村海君だけかな。はい。で、あの画面パネル操作しようと思ったら、うん、もうボタンが全部上がりきてたから特に何もしないで。はい。僕が直してます。で、その後に、エレクトリカルの上に俺も行ったら、レポートが出てきたんで、ただ確認できなかったけど、先に中井君が押した感じ。はい、僕が先に来ました。なんで僕は、お父さんの最優先で伺ってます。かな？かな？まあ、このまま行けばいいんじゃないでしょうか。別に疑われてないようですし。大丈夫なんじゃないでしょうか。早い俺より早い。じゃあダウンロードするからいいよ。ダウンロードするふりするからいいよ。右いないな。よく見える。なるべく陸さんと逆の方向に行こう。停電。逆走しちゃった。そうしちゃったな。行くとピンクの人いたね。ピンクピンク。お、まだ死んでない。誰も死んでねえじゃん。死なないんだね、意外と。意外と死なないもんだね。まあタスクは結構、あ、今リクさんが、ロアエンジンのとこで殺しました。はい、オッケー、ローラーします。来ました。私、ね、まあ、ローラーはなると思うんですけど、真由子さん多分弁当通ってるんですよね。エレクトリカルからセキュリティの方に。通ってないよ。今死体だけ見えたから分かんなかったです。多分真由子さんとリクさんがいたんだと思うけど、死体しか見えてないや。私一回エレクトリカルで真由子さんだけがその中にいるの見たんですよ。うん、で、ミヤビーさん下出てったでしょ、はい、私もそれついて降りてたよ。いや、ロアーエンジンの方に行ってすぐ戻ったんですよ。っていうのは、テラゾーさんとかもエレクトリカの中に入ってったんで、うん、もしかしたらテラゾーさんやるかなと思って見たんですけど、そしたら、戻ってきたら。レクさんは、レクさんは死体は見たの？ちょっと待って、ちょっと待って、八葉さん、僕も発見していいですか？一緒だったよ。反論はないの？あの、セキュリティ見てて、アシュさんと、ラカビーさんと、あと、誰だっけ、アムココさんかな、があのアドミンに入っていくのは見えたんですけど、うんうん、カメラついてた、はい、ああついてた、その情報は正しい。それなんで僕は特に殺害現場には足を向けていないです。近くにはいたけどね。コメント使ってないです私本当。で私の話をちょっと聞いてもらいたいんですけど、はい、エレクトリカルで見てその後ロナーのエレクトリカルに戻ったら真由子さんいなかったんですよ。で、うん、ワンチャンストレージの方に行ったのかなって思ってロアエンジンの方に行こうとしたらもうロアエンジンの上の方から真由子さん出てきたんですよ。え、違う、え、絶対違う、私ストレージにいたもん。
え、最後ロアエンジンの上から舞妓さん来てます。待って、違う、私下から来てる。エレクトリカル側から行った。下から宮B さんが陸さんをかばってるという線はないですか？宮B さんって僕目線限りなく白だと思ってて、2回ぐらい完全に殺せるタイミングで僕のことを殺してないんですよね。でも西隊が1回目の夜に上がっていることを考えると、僕は宮 B さん白だと思ってるんで、同期ずれの線か、真横さんが嘘ついてるから。同期ずれ。え、待って、陸さんの主張を聞けてないんだけど、陸さんはどう見てるの？まあ、そこにいなかったんで、どうとも言えないんですけど。僕は真横さんが嘘ついてるんで、陸さんから言います。はい。もうちょっと聞きたかったな、ちょっと。あのローラー完成してください、ね。あ、ローラーでいいと思う。お願いします。はい、わかりました。これは立場難しい。まあローラーにすべきでしょうからいいんですけどね。それは立場が難しかったですね。あ、やべえ、閉めちゃった。閉めたらもう押すしかないじゃん。押せないわ俺。押せません。チャムココさんもそっち行くんかい。今何人だっけ？あ、治った。押してくれ。俺押せないんだよ。押してくれ。殺す？俺もうボタン押せなかったんだよ。陸さんも押せなかった感じですか？いや、あの、俺の方が先に着いたけど、ごめん、間に合わなかった。いや、俺、陸さんがリアクター側に来てる時点で、なんかおかしいなと思ってるんですけど、もう死ぬんでいいです。はい。はい、いいと思います。陸さん投票ってことですよね、これは。はい。で、まあ、できれば陸に押してもらいたかったなっていう。まあ、やるならローラーだね。もう1秒待ってくれたらいられたんだけどね。途中まで立ってたんだけどね、テーブルの横にね。なんでリアクター来たのかなと思った。まあこれで1位は落ちたでしょう。あと気をつけないといけないのは、ダクト使ったって言ってる証言が。よし、よくここまでやってくれた。あとは任せだ。この俺が全員ぶっ殺してやるよ。残り5名。2人ぶっ殺せば OK だ。アッシュとミヤビーでしょ。アッシュを殺せばいいじゃん。一人殺せばいい。ちょっと待って待って、アッシュ待って待って、チコちゃん、え、殺せちゃうけど。あ、殺せなかった。こっち来んのかと。なんだよ、殺せると思ってちゃう。どうしようかな。どうしよう。どこで殺そう。難しいんだけど。ナイス惜しい。まだ死んでない。死んでないね。よかった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 。オッケーオッケー。頑張ります。ミヤビ終わりました。はい、あと3つです。足左にクソ長いのがあるの。俺はもうゴミ捨て多分やれば終わりかな。アッシュ一緒にアップロードあったかもしれない。左です。アッシュ左のあのリアクターにくっそ長いやつがあるのと、あと右側にあれなんだろう、アップロードか配線だと思うけど。うん。マットベイ誰か行きませんか？マットベイは一人で行く。マットベイはないです。一人で行く。ない。誰も入らない方が怖いからもう先に済ませてしまうんです。マットベイは。入りたくないんだもん。1ミリも入りたくない。まあ開幕ぐらい、開幕にやらなかった向こうが悪い。それはもうマットベイとエレクトリカルオークが一番怖いですからね。じゃあついていってあげようか。私誰かについていってもいいですけど、どうします？まあ最初ついていってもいいよ。だったらアッシュラカビーペアの左をやるのに付き合った方がいいんじゃないですかね。わ、うん、かりました。じゃあアッシュさんについていくかな。はい、大移動しましたね。大移動5人で。え、じゃあ宮城さん結局そのはい、まゆこちゃんがダクトに入って出てきたのが見えた。出てきたというよりはエレクトリカルで見失ってからすぐロアエンジンの上に来るまで、その通路私がいたのに、ね、はい、はい、その短時間で上から来れるのは
セキュリティから出てきたんだなとしか考えられなかった。まあでもあんまみやびんさんが嘘ついてるようにも見えないかなって思うし、どうせね、もしリクさんをかばってたとしてもローラーにはなるだろうから、あんまり無意味なかばい方な気がするよね。確かに、まあそれはそう、ただそうかもしれない。あ、ただ一つを覚えても、まあ、覚えててほしいんだけど、リクがそのタイミングでセキュリティ見てたはずだから、だとしたら あのリクが殺されてないのはおかしいの。あー確かにそうか、なるほど、そっち殺すべきか、確かにそれはそうかも。なので、俺はまだ宮城さんの線はちょっと捨ててないかな。じゃあメッドベイとりあえず3人とかで行く最初。はいはい、お願いします。はーい、白稼いどこ。メッドベイで、まあメッドベイで殺すけどね、時間が来たらもう全部任すわ。あ、閉じた閉じた、いいね、いい閉じ。メッドベイ監視マン、メッドベイで殺すけどね。うわあ、メッドベイ入れないけん。いやーこれなー、宮城さん、まあ、ここさん殺してもなー、しょうがないんだよなー。宮城さんあんま疑われてないから。何してんの。どっちかっていうとあっちの二人のどっちかに嫌疑をかけたいんだよな。おい、うわ嫌なタイミングじゃない。うわ大胆すぎだ。アッシュに見えた。俺じゃないね、アッシュさん。私テラゾーさんに見えたけど、たテラゾーはここのどっちかなんだよな。僕はアムココさんが俺に見えたって言うんだ。ちょっと待って、アッシュじゃなかないのかもしれない。僕はえでもわからない、アッシュさんが上からちょうど来た時に俺に見えた。アッシュさんには僕は見えてないので、テラゾーさんに見えてるけど、やばい、ちょうど俺アッシュに見えたけど、ちょうど違うのかな。タイミングだったんだよな今。そう、みんななんか中和しちゃったんだよ。待って待って待って、アムココとテラゾーどっちが先に上行った。俺が先に上にいたと思うけど、アムココさんが下でやってるのは見てるから、アムココさんじゃないと思ったんだけど、アムココさん俺に見えてんの。アムココさん、アムココ出たの最後。え最後かな、私の横でなんか起きたような気がするんだけど。じゃあテラゾーとどっちが先に歩いてたかを知りたいの、ね、よ。私かな、先に歩いてたって何。いやでも俺が重なったタイミングに死んでるから。いや足だったって、足に見えたもん俺。アムココさんでは絶対ないはず。中身は足じゃないっていうのはなんで。いや多分俺とちょっと距離があったから。画面上足さんには見えてないです。あ、俺が移動したみたいな挙動が見えてないってことね。いやでも俺は足に見えたけどな。あ、ラカビさんも見てくれてたんだ、さっきのやつ。アムココ、アムココは、アムココはどっちだと思ってんの。アッシュだよ、アッシュだよ。テラゾーさんかな、かなだな。まあでもいいです。テラゾーは絶対アムココじゃないと思ってんでしょ。アムココさんじゃないと思ってる。じゃあ俺とテラゾーを釣るしかないんじゃない。俺はテラゾーに。そうだね。いや、僕はここ釣るのは違うと思うのでスキップしますけど。あ、本当に。ああ、なるほど。それもあるか。スキップでもいいのか。あ、入っちゃった。釣られとるやんけ。なんで釣っちゃったんすか。ああ、確定で勝てそうだったのに残せば。まあいいや。負けー。あ、よかった。危ねえ、びっくりした。よかったよかった。アムココさんの勘違いかもしれないところまで行けたのに。あ、宮城さんありがとう、アシストありがとう。なんでこんな死んでる瞬間を見るんだろう。私まゆこさんはあのペンなんか使ってないんだ。使ってないよ私。私と見間違えたね。めちゃめちゃ早く移動した。私と見間違えたね。お互いの熱量がめちゃくちゃシーンだったんで、ラグやろうなって思って聞いてました。ラグか。だってあそこでダクト使ったら絶対死んでるのリクのはずだもん、ね。まあ確かにそれは確かにそう。私マジであのストレージで灯油入れてさーてロアエンジン行くかのタイミングだったから。いいですね。で行ったらリクさんがなってる。
あ、マジ？じゃあ入り直しないっす。じゃあ入り直しまーす。いや、あるんですよ。結構やっぱり、あのサーバーが日本にないんで。昨日も、鬼っぽい人に追いかけ回されてると思って逃げてたら、相手は俺に追いかけ回されたって言ってたんですよ。そんなレベルで。そんなレベルで。同じところぐる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 してたっていう。殺して歩いたら2人とすれ違ったんで、あ、これ完全に2人から黒出しされて終わったなと思ったら、なんか。直った？意外となっとかなったね。